さあ始まりました、第72回高さ大喜利クラブです。部長のザ・ギースの高さです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日も、タクシーの中からお送りします。バーチャル背景です。はい、さあタコさんの言い方しました。はい、こちらの面々です。はい、それでは、ゲストラバーガール飛永さんです。お願いします。あ、どうもよろしくお願いします。新曲出ました。あ、新曲。はい、髪切った？いや、むしろ伸びてます。伸びてる。あ、そう。はい、全然。そう、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。スタンバイスタンバイ。R 藤本さんです。お願いします。はい、お願いします。髪逆立ってますけど、もうこの後配信もあるんですかね。あ、そうですね、ちょっと毎日ゲームの方やったりしますので。あ、毎日。すごい、ね。まあ、ほぼほぼ毎日ですかね。いいな。いや、もう本当ゲームやってるわけですよ。夢ですよね。いや、本当っすよ。楽しくて仕事になるって最高っすね。まあ、そうですね。やっぱ大喜利の方が楽しいですよ。いや、ストイックな面が出ましたけども。さあ、それでは、5月最終週、こちらエピソードトーク大喜利回。まあ、ルールとしましては、この3人のうち誰かが、まあ、最初にエピソードトークをしまして、この辺で話終わりだなっていうところでお題が出ます。で、はい、そのお題に対してその2人が、残りの2人が答えていくっていう企画でございます。じゃあその話によってその答えの感じが変わる。そうですね、変わってきますね、ガラッと。じゃあ人の話ちゃんと聞いてないとダメですね。ダメだね、それは。全く聞いてないと。そうですよね、うん、たまに聞いてない時ありますもんね。ありますもんね。次に自分どうしようとか考えちゃうから。あります、あります。じゃあ誰からいきましょうかね。そうですね、の話は何でもいいんですか？話何でもいいです。まあ、短くても長くても。あ、なるほど。はい。そのエピソードトークは受けないとダメですか？まあ、そこまで受けも気にしなくても大丈夫。うん。それ大事ですもんね。うん、怖い話も大丈夫。そうですよね。なるほど。じゃあちょっと短い話ですけどいいですか？あ、行きましょうか。学生時代なんですけど、地元に、まあ、僕地元が静岡のちょっと海の方なんですけど、はいはい、鈴木雨が来るぞっていう噂があって、はい、こんな田舎に来てくれるんだって言って、はい、で、僕ん家の近くの海岸のところに来てくれるってんで、うん、その日に朝行ってみたんですね、はいはい、そしたら人がすっごい集まってて海岸のところに、で、わあ絶対いると思って近づいたら、鈴木網じゃなくて地引き網をやってました。ちょっと聞き間違えちゃって。言いは踏んでますもんね。これのお題？このエピソードの5分後に起こった衝撃の展開とは。あ、嬉しい。なんか自分のエピソードを大喜利にしてくれるって嬉しいですね。はい、このエピソードの5分後に起こった衝撃の展開とは。その地引き網に鈴木網がかかる。うわ、なるほど。まあね、やってる方じゃないんだ。あ、いたって、両方いたっていう、うん、両方奇跡。あ、嬉しいな、それ。実際地元のコンサート見に行きましたもん、僕。あ、本当に好きで、この前スカパーで鈴木網のビートギャザー流れてたけど、めちゃくちゃ良かったです。久々に見たら。あ、じゃあこれかな。はい、このエピソードの5分後に起こった衝撃の展開とは。その鈴木亜美さんがなんと漁師とビートギャザーしていた。何してたんですか？こういうのもあるんですかね。はい、このエピソードの5分後に起こった衝撃の展開とは。そこで出会ったのが大水氏である。あ、言っといてよかったな。言っとかないとコメントなかったですか。相方、そういうことですよね。はい、このエピソードの5分後に起こった衝撃の展開とは。鈴木亜美さんじゃなくて、まあ、がっかりしたんですけど、はい、でも飛永が地引き網を手伝い始めた。衝撃ですかね。何人ぐらいいたの？結構いましたよ。まあ、50人ぐらいはいたんじゃないですか。あ、まあ、子供でも参加できる。そうか、はい、イベントなんですね、それは。そうですね。これじゃないですかね。はい、このエピソードの5分後に起こった衝撃の展開とは。自分が死んでいたことに気づいた。死んでたか。誰もこうね、言ってくん、喋ってくんねえなと思って。はい、はい、このエピソードの5分後に起こった衝撃の展開とは。
まあ、聞き間違いで鈴木亜美さんはいなかったんですけど、サンドイッチマンさんがそこにいた。あ、やってましたね、うん、昔バイキングのね、はい、鈴木亜美の。え、それいくつぐらいの時の話だっけ。僕が高校生とかですね。ああ、そうか、高校生か。高2ぐらいの、そうです。このエピソードの5分後に起こった衝撃の展開とは。その地引き網を見に、ジミーキャビンも来ていた。誰だよ、ジミーキャビン。有名な多分外国の何回と思うんですよね。多分その人もね、聞き間違いで。多分そうなんですよ。なるほど。マネージャー間違えたんですかね。間違えた。ジミーキャビンかと思ったら、ジミーキャビンだったんだ、ジミーキャビン。そんなとこっすかね。はい。嬉しいですね。なんか、ありたきをもてなすじゃないけど、自分のために笑いを作ってくれてるっていう感じが、ゲストの気持ちですね。よかったね、これ、オチに足してもらえればね。そうそうそう。あ、よかった。ほんと。あの、滑らない話のオーディションとかでよくこの話して落ちてたんで。そうか。助かります。鈴木亜美だと思ったら地引き亜美だったで、もしそこまで笑いが薄かったら、はい、ジミーキャビンだったっていう。じゃあ、ね、次僕か藤本さんですね。あ、はい、じゃあいいですか。じゃあせっかくなんで有名人の話をちょっと。あ、はい、はい、ピッカリ高木っていう芸人がいまして、はい、はい、ナッパのそうですね。ですよね。だいぶ前にベジータとナッパでコンビ組んで、はい、コンビ組んでました、ね、はい、でちょっと前まで山梨県の、はい、山梨住みます芸人っていうのをやってて、あ、うん、で去年か一昨年ぐらいにそこで一人で年越しカウントダウンライブを一人でやるって言って、うん、おお、一人で場所借りて、うん、でそのライブがまあ、除夜の鐘みたいに108個ギャグを披露しようと。なるほど。結構ストイックなライブを立ち上げて、でまずそのライブ始まって、そのまあ108個の前にまず手始めにこの50音のギャグ、アイウェイを書き込む差し出しの50音のギャグを1個ずつ披露するっつって始まって、木で終わったらしいです。6ぐらいした。でも尽きて、あとお客と一緒にギャグを考えようっていうクソぬるいライブ。ダメだなぁ。ダメだなぁ。このエピソードから現代人が学ぶべき教訓とは。あ、なぁ。いっぱいあるなぁ。いっぱいあったな、今の話。じゃあ、はい。あ、はい。このエピソードから現代人が学ぶべき教訓とは。まあ、準備は大切。あー、それありますよね。木までならね、頑張ったら、行きの電車ぐらいでできますからね。そうですね、これかな、はい。このエピソードから、現代人が学ぶべき教訓とは。お笑いは難しいっていう。まあね。難しいんですよ、うん、できそうだと思ってやってもやっぱできない。そうなんですよ、うん、見るのはね、楽なんですけど。じゃあいいですか。あ、高田さん、はい。このエピソードから現代人が学ぶべき教訓とは。慣れないことはやらない方がいい。はい。このエピソードから現代人が学ぶべき教訓とは。ひらがなが50音じゃなくて6音だったら達成できる。まあそりゃそうですね。まあそうですね、確かに。そうなんですよ、ひらがなが多かったから。教訓なのかな。じゃあいいですか。はい。このエピソードから現代人が学ぶべき教訓とは。まあ録音で終わっちゃって、でもそこからみんなで考えようってイベントで年越したんですよね。だからその、うん、山梨の方たちは優しい。ああ。これもピッカリ高木が思ったと思いますね。甘えてましたからね、山梨の人に。なるほど。じゃあこういうことですよね。このエピソードから現代人が学ぶべき教訓とは。東京じゃ通用しないっていう。今まさに感じてると思います、ね。あ、そうですか。まだ東京も帰ってきて4ヶ月ぐらいなんですけど、もう山梨凱旋ライブをやろうとしてる。早いな。何もまだ達成してない。怒られないかな。そんな全然面識ないんですけど。いや、大丈夫ですか。大丈夫ですか。
そんなとこっすかね、うん、まあ、いや結構いい教訓をいただいたと思います、うんうん、あ、なんか書いてる、トビに。いや、あの、うん、みんなこの人よりは上っていう。それでいいと思います。届けばいいな、本人。ラスト僕ですね。あ、はい、なんてことない話なんですけど、あのちょっと片付けをしようと思って、整理整頓。うちのリビングにラックがこうありまして、種類別に分かれてるんですね。ここはお菓子のラック、うん、ここは薬箱とか、ここは文房具とか、うん、ここはまあインスタントみたいな。で、その奥さんがそうやってくれるって言って、じゃあ私もう整理するねとか言ってバーってやってくれたんですよ。で、小1時間ほどして見てみたら、もうすっごい綺麗に分けられてて、うん、まあ、文房具とかもハサミとかセロテとかも取り出しやすいようにすごい綺麗に並べられてたりとかして、綺麗に整理整頓してて、ただ、一個だけ、あの、お菓子ボックスの中にトローチが入ってて、で、薬箱に面白くなるが入ってました。バッファロー五郎 A 先生のユニークな商品、うん、間違いやすいんですけどね。まあね、あ、これですよ、ちょうど。ああ、それです、それです、はい、あ、ちょうど来てましたよ、ね、それそれ、すごい、はい、このエピソードを聞いた徳光さんが号泣。どこで涙腺が決壊した。あ、なるほど、なるほど、なるほど、これ、はい、このエピソードを聞いた徳光さんが号泣。どこで涙腺が決壊した。俺も面白くなる飲んどけばよかったな。いや、あの人別に面白くなんなくていいでしょ。泣いてばっかだよ俺。泣きたくなるばっか飲んでてね。じゃあ、はい、このエピソードを聞いた徳光さんが号泣。どこで涙腺が決壊した。高砂君、人前で話せるようになったんだね。俺の引きこもり時代を知ってんのか。あ、このエピソードを聞いた徳光さんが号泣。どこで涙腺が決壊した。芸人さんって家にいてもエピソード作るんだな。感動してるな。すごいな、もう泣きに行ってるじゃないですか。もう無理やり話聞いてないからさ。このエピソードを聞いた徳光さんが号泣。どこで涙腺が決壊した。え、高砂さん、奥さんいるんだ。なんで泣いちゃうんすか。いや、複雑だなぁ。はい、あ、はい、このエピソードを聞いた徳光さんが号泣。どこで涙腺が決壊した。え、俺、なんで泣いてるか自分でもわかんない。いや、怖いよ、もう。もう自然と涙を流すおじさんじゃん。確かに怖いよ。なんで泣いてるんだろう。もうバカになっちゃってるんだな、ルイさん。バカになってるんでしょうね。あ、はい、このエピソードを聞いた徳光さんが号泣。どこで涙腺が決壊した。大関の話も聞きたい。あの、お関に会いたい。熱烈なお関ファンじゃん、もう、徳光さん。いや、まあ、そんなとこっすかね。はい、あ、いや、はい、ちょっと楽しいですね、はい、楽しいですね。あ、なんか嬉しくなりますよね。なります、なります。高砂大喜利クラブのツイッターアカウントありますので、こちら、フォローしていただけると、はい、こちらですね、過去の回答とか見れますのでよろしくお願いします。メディアプロデュースジャパン社のメールアドレスありますので、こちらに何か意見ご要望とあればお願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、高評価ボタンもよろしくお願いします。いや、お二方、4週ありがとうございました。ありがとうございました。この形がいつまで続くのか分かりませんけれども、うん、お力お借りできればと思いますのでよろしくお願いします。はい、あ、またまたぜひお願いします。ありがとうございます。ね、実験的な企画もあってちょっと楽しかった、うん、まあ、このズームでしかできないやつとかもまだこの機会に試せていけたらなと思いますんで。やっぱ、あ、ぜひぜひ。笑いでつながってますから、はい、俺ら。いや、たまに熱いこと言うんだよな。いや、絶対乗っかってくるんだよな。ありがてえ。ありがてえ。よ、ありがてえ、みんな見てくれてありがとう。ということで、以上、第72回高砂大喜利クラブでした。終わり。